様、開封やっていきたいと思います。俺はね、ひなつの SR を自引きするまで、このダークファンタズマ、買い続けたいと思ってる。あとはサポートの SR だったら、ウォロさんとかもめちゃくちゃかっこいいんで、まあ、そこら辺が出てきてくれても、かなり嬉しい。あとね、輝くポケモンだったら、まだ、サーナイトだけ当たってないんですよ。だから、今回この2ボックス開けるんだけど、どっちかでサーナイトが出てきてくれたら、俺的には満足のいく開封結果、みたいな、そんな感じになるかな。あ、まあもちろんね、ウルトラレアでも全然大丈夫です。ということで、早速やっていきましょう。さあ、それじゃあ開封の準備できましたんで、順番に見ていきたいと思います。とりあえず、ポケモン V スターも3種類あるんだけど、もう磁場コイルだけは十分すぎるぐらい手に入ったんで、それ以外のヌメルゴンとかゾロワークが出てきてくれたら、俺的には嬉しいと。そんな感じですね。いいね。ピッピにウィンディーに。今回の対は対戦動画をめちゃくちゃ上げたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、カビゴンさんに、ドンカラスも出てきてます。まあ、1ボックス目でね、ある程度、テキストについては触れてるんで、まあ、触れてないやつとかを行こうかな。カビゴンがなんかめっちゃ多いな。さあ、ロトムさんにヌメラ、カラクリアのピクシー、はい、ゲンガーもまあ強いよ。つか多分あれだよな、ゾロワークは、ゲンガー本当に2、3枚とか入れて、もう火力を、調整するみたいな、そんな感じの構築は無理だろうね。はい、ついゾロワーク V が来ました。ありがとうございます。普通に嬉しいです。こいつあれだ、0円で技打てるんだ。ベンチに帰れるわ。はい、で、ウソッキーです。ダメージを与える前に、相手のバトルポケモンについているポケモンの道具をトラッシュすると。ほう、なるほど。まあまあ、割と強そう。アルセウスホン、ドンカラス、ヒスイダートにウソッキーが2枚目です。種類がちょっと少ないからあれだな。なんか多分今回の、診断は、ポケモンカードの中でもそんなに向かれなさそうだなって俺個人的には、思ってます。まあだからこそ、ドリッピスは大量に向くんですけど。はい。なぜなら買えるから。あ、エテボース。これそういうあれだな。裏が出るまでコインを投げ、表の数分まで自分の絵馬札から好きなカードを選んで手札に加える。やばすぎ。はい、味はこいで、なぜなんだ、あ、嬉しい、ヒスイウィンディが、出てきてくれました。かわいい。キャラクターレアが多分全部で6種類あって、今のところ4種類持ってるんですよ。あとなんだ、多分あとカビゴンかな。このカビゴンのキャラクターレアが、出てくれたら俺多分これで全種類揃ったことになるんだよな。うわー、輝くアガネールだ。まあ全然嬉しいんだけど、ぶっちゃけね、輝くポケモンデッキに1枚しか入れれないから、もう1枚あったらいいんだよな。ヒスイマルマイン V が、出てきてくれました。やばいな、磁場コイルが本当に解禁症になってしまう。ロトム、ピッツピー、バリアード、エイチコね、いいね。クロバッチャンにまたエイチコが、出てきます。はい、パラス SR わけだよ、大丈夫出るよ、ちゃんとパラセキット。はい、マジ磁場コイルすごっ。俺もう4-4揃ったんだけど、磁場コイルなかなかなくない？まだ3箱目で4-4揃うって。サポートの SR の中で、スズキの SR が出てきてしまったら、多分俺ちょっともしかしたら萎えちゃうかもしれないわ。あい、あいいよ、悪くない悪くない。いや、つかまって。俺、ヌメルゴンがないわ。ヌメルゴンが欲しいのに。ヌメルゴンが全然当たってません。まずいです。ゴースト、グライカー。はい、毒ケイル。うわー、違った、こっちだったし、しかもなんかラブトロス V、一瞬キャラクタースーパーレアの方の当たりかと思ったら、普通の SR の方です。ラブトロス。これポケモンアルセウスレジェンツから初めて出たポケモンっすね。今日なかなか、今回あれだな、前の段とか結構運良かったんだけど、今回もしかしたらちょっと渋めかもしれない。俺ラブトロスもね、どちらかというとね、あれなんだよな。まあ、デッキは作らないかなって思ってるポケモン。もうデッキを作らないかなって思ってるポケモンしか出てきません。SR 枠で。そんなことは、あ、ゲンガー最後が、またこれはかぶりだね。あと1枚キャラクターレア出るはずだから、これが、まあ、カビゴンのキャラクターレアだったら一応キャラクターレアが全部揃う。あ、ここじゃないか。最後か。ん？どこだ？あ、出てたわ。ごめんなさい。はい、じゃあ、整理しましょう。さあ、ということで、1ボックス目の開封結果になりますが、SR 以上枠で当たったのは、ラブトロス V でございます。正直ね、ラブトロスはそんなに必要じゃないかなって思ってたけど、ポケモン V でも出てきてくれたし、なんだったら、ちゃんと磁場コイルは解禁賞です。ヒスイヌメルゴンが欲しいです。次のボックスは、輝くポケモンのサーナイトとヒスイヌメルゴンを当てたいと思います。ということで、2ボックス目、行ってみましょう。それじゃあ2箱目、開封していきたいと思います。そろそろいいカード、マジで来てくれな。よろしくお願いします。はい、ガーディーさん、パラス、グライオンに、本に、アゲハンと、ピクシーだね。
まあ多分ピッピーが使われるからピクシーがそんな使われなさそうだけど、ウソッキー、ドータくん、ヌメイル、ヌメルゴン、ちゃんと来てくれな。ポケモン V の方のヌメルゴンさんも、あの耐久のデッキはマジで作りたいんだから。はい、ススキ、うわー来た。そんなこと言ってたら、翡翠ヌメルゴン V スター、ありがとうございます。このね、なんか顔が可愛いんだよね、この困り顔が最高に可愛いんですよ。さあ、じゃあ次です。はい、ムーマ、ヌメラ、パラセクト、エイチコ、はい、エルレイド。あ、さっきとなんか違うポケモン V が出てきてくれてるのは普通に助かるが、よいしょ、ピカニキ、ゴルバット、輝くポケモンデスアルバック、それが大事。はい、ゴーストさん、マジでサーナイト欲しいです。サーナイト出てくれ。はい、ゾロワーク、あ、ゲンガーです、ありがとうございます。ゲンガー可愛いな、マジで一番いいまである、これ本当にこの野党三姉妹とのゲンガー。はい、ピクシー、あージバコイル、ヌメルゴンの V の方がまだ全然揃ってない気がするぞ。あら、おー、やったー、輝くサーナイト、やった、当たりました。この慈愛のウェールが、このポケモンがいたら自分のポケモン随が相手のポケモン V から技のダメージ、マイナス20されるんですよ。まあ、ポケモン V っていうのは VMAX、V スター、V ユニオンとかももろもろ含めるんで、まあ、大体のポケモンからの技のダメージがマイナス20されるのはかなり強いと。正直これがね、何枚も欲しいんだよね。多分ね、1デッキとかじゃ足りなくなるから、2、3デッキぐらいは使いそうだから。これがたくさん出てきてくれるのは嬉しい。あ、ウィンディー助かる。ウィンディーデッキはちょっとこれ4枚で揃えたいなって思ってるから。はい、引きかぶり、ひなつ、ゴーリキーに、はい、ウィンディーさんもちゃんと出てきてくれます。じゃあ輝くポケモンも出たし、あとはヌメールの V とかが、あー出てくれた。ヌメールじゃないって、それはヌメルゴンの進化前だから。はい、ヌメルゴン V が出てくれました、助かります。これは普通に今回ちょっといいぞ、マジでいいぞ。あと SR 枠で日夏出したらいいだけじゃない、来たんじゃないか。バスラオ、ケムスト、ムーバ、ダメポンニエ、カビーゴン、いやマジであるでしょこれ、ガチであるぞ。あとカビゴンのキャラクターレアがまだ1枚も持ってないから、それも一応見たいな。はい、エテボース、おい、ゾロワーク V スター、ついに、まさかのついに V スター2枚出たってことは、ジバコイル V スター出なかった。ついに俺はこの呪いから解放されました。はい、ゾロワーク V も出ていく、ありがとうございます。さあ、 SR は何だ。あとはひなつ、ひなつ、ひなつが来てくれたら嬉しい、それを出せばいいだけなんだ。よいしょ。はい、ロトム、ヌメラ、ドクケイル、災いの箱からの水大道ダメージポンプ。さあさあさあ、そろそろ来そうだか、そろそろ来そうだけど、来ないですか、来たんじゃない、違う、怪力、はい、で、翡翠のガーディさんが、残り3パックだからね、33% の確率で出ます。さあ、ムーマジ、これでしょ、違う、まだ怪力2枚連続。さあ、まさか、これですか、 50% の確率。はい、ドグロック、サポートレスある、さあ、来たー、来た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 、ひなつ、ひなつ、ひなつ、最悪ゴロ、最悪野党三姉妹、ススキーはやめて、やーったマジで嬉しい、ひなつの SR 引いてしまいました、ありがとうございます。かわいらしい、この太ももが最高なんですわ、マジで。あ、ピッカーニキも最高の、最高のパックじゃねえか、神回です、ありがとうございます。ひなつ欲しいでたら、ひなつちゃんと出たわ、あーよかったー、マジで嬉しい、ちゃんと勝てた。はい、じゃあ整理しましょう。さあ、ということで2箱目の開封結果になりますが、 SR 以上枠で当たったのはひなつでございます。よかった、ダークファンタズマ完結しました。まさかの、正直まだまだ買うつもりあったんだけど、こんなに早々に、ひなつが出てきてくれるとは思わなかったんで、正直めちゃくちゃに嬉しいです、ありがとうございます。まあ、他もね、輝くサーナイトも出てくれたし、あとは、最後のボックスはちゃんとヌメルゴン V のラインが出て、ついにジバコイル V スターはいなくなりました。いなくなったらいなくなったで、あ、なんか寂しくなっちゃうのがジバコイル。ということで今回はこれぐらいで動画終わりでございます。ここまで見てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーさんの動画もお会いしましょう。じゃあ、お会いしましょう。